池江理香子が日大水泳部に。本日、競泳女子の池江理香子選手が日大のスポーツ学部に入学し、さらに水泳部に入部することが明らかになりました。この池江選手、白血病で闘病中なんですが、こういった白血病などの癌の治療において、 治療薬などの副作用が強く、患者様がですね、苦しんでおられます。池江選手のように、女性ですと大事な髪が抜けてしまって、辛い思いをされる方も多いんじゃないでしょうか。私の周りにも、がんと戦っている方がいらっしゃいますが、こういった病気との闘いは、 患者の気力が重要になってきます。池選手やまたさまざまな病気と戦っている皆様は、病気に負けないと決意し、治療を続けていただき、また周りの方は患者を支えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。